マンスール、アブー・ジャーファル・アブドゥ・ラー・イブン・ムハンマド・アル・イコール、マンスール、アブー・ヤーファー、アブット・アラ・イブン・マハーマド・アル・モンスア、712年、13年 ?14 年から775年10月7日は、アッパース朝の第二大カリフ、在位、754年から775年。即位後に用いた称号、ラカブの、アル・イコール・マンスールは、勝利者、 神の助けを受ける者を意味する。看護資料での表記は赤羽の教仏。アブージャーファルは預言者ムハンマドの叔父アッパースの四代目の子孫にあたる。747年からのアッパース革命で戦火を上げ、754年にイボテイ・サッファーフの後を継いでカリフの地位につき、あるイコールマンスールを称した。即位したマンスールは、ウマイヤ朝の官僚制度と、 地方行政機関を踏襲、整備し、真トバグダードを中心に国家体制を構築していく。マンスールの地位性にアッパース長の支配体制が確立され、そのために彼は王朝の実質的な創始者とみなされている。10世紀末までのアッパース長の王門時代の基盤は、マンスールの時代に完成したされ、最大の功績にはアッパース長の首都バグダードの建設が挙げられる。 西アジア世界においては、孫のハールーンア、イコール、ラシードと共によく知られているアッパース朝のカリフである。マンスール以降に即位したアッパース朝のカリフは、すべて彼の直系子孫である。アブージャーファルは、アッパース家の家長ムハンマドイブンアリーブンアブドゥッラー。フトベルベル人の奴隷サラーマの子として生まれた。ウマイヤ朝のカリフワリード一世の時代に、 アブージャーファルの祖父アリーブン・アブドゥッターは一族を連れて、ヨルダン南部のフマイマ村に移住し、一族がフマイマ村に落ち着いた直後に、アブージャーファルが誕生する。父のムハンマド、兄のイブラーヒームは、アリエ家のアブーハーシムの遺言に従って、ウマイヤ家の打倒を目指し、有力者の支持を取り付けるため各地に、ダーイー、選挙員を派遣した。アブージャーファルの前半生には、 不明な点が多いが、744年に第四代、聖党カリフ・アリーのニー・ジャーファルの子孫、アブドゥラブン・ム・アーウィアが起こした反乱に参加したと伝えられていい。748年に、ウマイヤ朝によってイブラアヒームが投獄された後、危機を察したアブー・ジャーファルは、弟のアブー・アルイコール・アッパースら親族と共に、イラクのクーファに避難する。クーファのシーア派の中心人物であるアブー・サラマは、 アッパース家の人間を密かに保護し、アブー・ジャーファルたちのもとにはシーア派の人間が集まり、一大勢力を形成した。仲間内での構想を防ぐため、アッパース革命の中で、誰が、ウマイや家のカリフに代わる、新たなイスラームの指導者になるか、明確にされていなかった。749年9月に、コランサン地方で拒兵した大のアブー・ムスリムが、クーファに入場し、 新たな指導者の選出が始められる。アブーサラーマは政党カリフアリーの一族からカリフを選ぶことを生んでいたが、アブームスリムらホラーサーンの革命軍は、アッパース家のアブーアルイコールアッパースをカリフに選出して、バイヤー、忠誠の誓いを行い、アブーサラーマもやむなくアブーアルイコールアッパースの即位を認めた。749年11月にクーファで、 アブーアルイコールアッパースがカリフへの即位を宣言し、翌750年に、ウマイヤ朝のカリフマルワーン2世が殺害されたことが、確認されると正式に、新王朝が樹立された。750年、アブー・ジャーファルは、将軍破産文化双葉と共に、ウマイヤ朝のイラク総督ヤズイード、イブン・フバイラが立てこもるワーシと包囲する。11ヶ月に及ぶ、包囲の末、 ヤズイードと彼の家族、家臣の安全と全財産を保障する条件ではアシトに入場した。ヤズイード一族の勢力を警戒する、アブームスリムとサッファーフは、ヤズイードたち処刑を命じ、アブージャーファルは命令の遂行を拒否し続けたものの、押し切られ、ヤズイードと彼の長男、家臣を処刑する。アブーアルイコールアッパース、サッファーフの即位後、アブージャーファルに、 アリエケ出身者のカリフ選出を主張したアブーサラマへの対処が求められる。アブームスリムが派遣した資格によってアッパースケの人間が泥をこおむることなくアブーサラマを粛清することができたが、アブージャーファルはアブームスリムの能力と軍事力に恐れを抱えようになる。クーファに帰還したアブージャーファルはサッファーフからジャズイーラ地方、イラク共和国北部、シリアアラブ共和国、 トルコ共和国にまたがるメソポタミアの地域の統治、任され、モースルに赴任したくようになる。754年にアブー・ムスリムは、二神がないことを示すために、アッパース長の首都アンバールを訪れ、サッファーフと談笑した。そしてアブー・ムスリムは、歴代のカリフが、直々に行うメッカ大祭に無価巡礼団の、葬式を申し出たが、葬式はすでに、アブー・ジャーファルに委任されていた。この時に、 アブージャーファルはサッファーフにアブームスリムの排除を進言したが、サッファーフは功績のあるアブームスリムの粛清をためらい、アブージャーファルの意見は入れられなかった。巡礼岩にはアブームスリムが補佐として同行し、両者は一定の距離を置きながらも衝突を起こすことなく、巡礼を終えたと考えられているが、巡礼の途上でアブージャーファルとアブームスリムの間に諌かいが起きたとも言われている。 巡礼のキロで一行がアンバールに達したとき、一行のもとにサファンフの訃報が届き、アブージャーファルはカリフくらいの継承を宣言した。ベルベル人の女奴隷の子供がカリフに即位した前例はなく、マンスールの即位はアラブ純決主義を打破するきっかけとなったアブージャーファルのおじ、アブドライブンアリーはシリア北部でビザンツ帝国。 東ローマ帝国との戦争の準備を進めていたが、女奴隷の子であるマンスールの即位に反対し、カリフを自称した。アブドゥッターは、シリア、メソポタミア方面の軍隊を掌握しており、マンスールは、ホラーサーン軍を率いるアブームスリムの力を頼らなければならなかった。アブームスリムは、数ヶ月の間メソポタミア各地で、反乱軍と戦い、754年11月に、 モースル北方のの戦いで勝利を収め、アブドゥッターをバスラに追いやった。アブドゥッターは7年間を獄中で過ごした後、マンスールが塩の土台に建てた家の中に入れられ、崩れた家屋に潰されて圧死したと伝えられている。カリーラとディムナの翻訳に携わった、イブンアールイコールムカッファはマンスールによって処刑されるが、処刑の一員には、ムカッファがアブドゥラーに仕えていた過去があったためだと考えられている。 アブドゥッダーが失脚した後、マンスールは、ホラーサーンを治めるアブームスリムを最大の脅威と認識していた。戦利品の5分の1をカリフに送り、残りを戦闘に参加した兵士に平等に分配するとが、イスラーム世界の慣例となっていたが、マンスールは、本来戦利品の分配を行うべき、アブームスリムに戦利品を明け渡すように命令し、アブームスリムは、 マンスールの指示に不満を抱いた。反乱を鎮圧したアブームスリムは領地のホラーサーンに帰ろうとするが、マンスールは使者を使わしてアブームスリムを止め置いた。一説によれば、交渉の中でマンスールはアブームスリムにホラーサーンと引き換えにシリアエジプト総督の地位を与えようとしたが、アブームスリムは提案に応じず領地に帰還しようとした、言われている。こ負けした。 アブームスリムはやむなくマンスールのもとを訪れ、マンスールは天幕に入ったアブームスリムにねぎらいの言葉をかけ、休息をとって、翌日再び自分のもとを訪れるように命た。翌日、面会の前にマンスールはアブームスリムのもとに出迎えの使者を送り、天幕に武器を持った兵士を潜ませて暗殺の準備を進める。天幕の中でマンスールは、 アブームスリムの件を取り上げ、彼がこれまで犯した罪を断劾し、アブームスリムの釈明を聞くとより怒りを募らせた。アブームスリムは敵対者との戦いのために自分を生かしておくよう嘆願したが、マンスールはアブームスリムこそが最大の敵だと答え、影に忍ばせていた従者によってアブームスリムを殺害せた。アブームスリムの訃報が届けられたホラーサーンには、 大きな衝撃が走り、復讐のための放棄が起きた。ペルシャ人のスンバーズ、スンバードを指導者とする反乱軍はイラクに精神したが、ハマダーンとレイの間でマンスールが派遣した討伐隊に撃破される。しかし、討伐隊の司令官ジャフワル・ブンマッダールは、コラーサーンに蓄えられていた富を見て変身し、マンスールに対して反乱を起こした。ジャフワルを討ち、 ようやく東方に安定がもたらされた。ジャフアルの反乱と同時期、ジャズイーラ地方で反乱を起こしたハワーリジュ派の村、ビド、ブンハルマラが、マンスールの派遣した軍に勝利を収めており、756年に、将軍ハーズイム、ブン・フザイマの活躍によって、反乱の鎮圧に成功する。ホラサーン、ジャズイーラでの動乱の前後に、アナトリア方面ではビザンツ帝国、 東ローマ帝国の侵入の撃退に成功し、7年の和訳を結んだ。しばしば、ビザンツからの侵攻にさらされる。国境地帯には、防衛のために多くの要塞が建設される。756年、57年、マンスールは、将軍破産文化双葉と老いのアブドアルイコール、ワッハーブに、ビザン軍の攻撃によって破壊された、マラトやマラティアの再建を命じる。 アブドアルイコールワッハーブは死費を投じて工事に参加する労働者に食事を振る舞うハサンを不快に思いマンスールに彼の行動を訴え出たマンスールはアブドアルイコールワッハーブの心の狭さを咎めハサンには労働者の強和を続けるよう励ました書状を送った再建されたマラトヤには中東部隊と彼らに割り当てられた農地が置かれ後に マラトヤの攻撃を試みたビザンツ皇帝、コンスタンティノス五世は、マラトヤの兵力の多さを知って撤退する。758年4月にマンスールは、メッカ巡礼に立ち、エルサレムを経由して、シリアを巡行した後、ハーシミーヤに帰国した。しかし、マンスールが帰国してみるとハーシミーヤでは、アッパースケを支持す、ラーワンド派の信奉者がハーシミーヤのマンスールの、 宮殿の周りを歩き回り、ここが神の住居であると騒ぎ立てる事件が起きていた。ラーワンド派は、インドの輪廻思想の影響を受け、自分たちに食料と水を与えるマンスールは、神の生まれ変わりだと考えていた。彼らの行動を不快に思ったマンスールはおよそ200人を、投獄したが、残ったラーワンド派の人間は激高し、牢内の仲間を救い出した後、宮殿に殺到した。 マンスールは護衛と共に戦ったが、数の上では劣勢であり、戦闘の中で突然現れた覆面の人物の奮戦によってするは難を脱することができた。戦闘を終えたマンスールは覆面の男に正体を尋ね、男は自分はアッバース町の探索から逃れていたウマイヤ町の将軍マーンブンザアイダであることを分かった。マンスールはザアイダの功績を評価して、 彼をマん、イエメンの総督に任じ、ザイダは認知の統治で大きな功績を挙げた。また、この時宮殿の門に馬が繋がれていなかったため、マンスールはラバに乗って戦わなければならなかった。この事件以後マンスールは宮殿の入り口に常時馬を繋ぎ止めるようになり、旧南馬の制度は後のカリフや他のイスラーム国家の支配者にも受け継がれた。 759年に、西方のタバリスターン、ギーラーンが、アッバース町の支配下に組み込まれ、カスピ海沿岸部のダイラムからの侵入を撃退する。762年に、グルジアに侵入したハザールを破り、マーワラアンナフル、インドへの進出を試みたが、領土拡大の成果は上げられなかった。マンスールが派遣した軍隊によって、カンダハールの仏像は破壊され、アッバース軍は、 カシミールに到達した。北、アフリカ、ウマイア家の残党が寄るイベリア半島には、マンスールの権威は及んでいなかった。マグリブでは平等主義を標榜するイワード派を信奉するベルベル人が、アッバース朝の支配に、頑強な抵抗を示していた。七百五十八年に、バスラのアブルイコールハッター部が、タラーブルス、トリポリ南のナフウサ山地のベルベル人を率いて、 反乱を起こし、カイラワーン、ケルアンを占領する。762年に、ホラサーン軍によって、アブルイコール・ハッターブの反乱は鎮圧されるが、反乱の参加者であるイブン・ルスタムは、アルジェリア西部のテアレットに逃げて、ルスタム朝を建国した。また、771年には、アブルイコール・ハッターブの後継者であるアブー・ハーティムが、イバード派とハワーリジュ派を率いて、 アッパース長の支配に対する放棄を指導した。マンスールは、弟のサファンフと同様にシーア派の過激な一団が、統治の障害になると考えて、彼らの弾圧に乗り出し、758年に起きたシーア派の反乱を鎮圧する。マンスールは、アリーの長子派さんのソ,ーソンムハンマドとイブラーヒーム、兄弟の逮捕を命じたが、すでに二人は逃走していた。 残りのアリー家の人間は、クーファのフバイラ城に投獄され、ムハンマドの岐阜で、第三大政党カリフ・ウスマーンの子孫にあたる、ムハンマド・アルイコール・ウスマーニーは処刑された。逃走した二人を見つけ出すために、潜伏先と思われる集落は、徹底的な探索を受け、宿を提供した疑いのある人物はすべて逮捕された。六十二年末、メディナで、法学者、マリクイ・ブン・アナス。 メディナの名族の多くの指示を受けたムハンマドがカリフを称して反乱を起こし、マンスールが派遣した総督役人は投獄される。報告は反乱の発生から9日後にマンスールの元に届けられ、マンスールのいとこ、イーサー、ビンムサーが率いるホラーサーン軍がメディナに派遣された。マンスールはムハンマドに除名、居住地の自由。 親族の保護と引き換えの幸福を提案したが、ムハンマドは正当のカリフは自分であると答え、ヤズイード、アブームスリムの末路を挙げて、幸福勧告を一周した。さらに762年11月22日に、バスラでムハンマドの兄弟イブラーヒームが挙兵する。当時クーファにいたマンスールの下には、わずかな兵力しか残されておらず、最大の危機に直面したマンスールは、 自分の周りに女性を近づけない態度で戦争に臨んだ。イブラーヒームはアッバース朝の軍に数度勝利を収め、マンスールはクーファからの退却さえ覚悟したとことれている。一方メディナに向かったホラーサーン軍は街の周りに張り巡らされた残壕を突破して街を攻撃し、12月6日にムハンマドは廃止した。ムハンマドの死を知ったイブラーヒームはカリフへの即位を宣言し、 クーファに侵軍したが、763年2月に、クーファ南のバハ村の戦いでイブラーヒームは戦死し、マンスールが勝利を収めた。イブラーヒームの首が、マンスールの元に届けられた時、帝臣たちが、イブラーヒームの首に罵声を浴びせかける中でマンスールは、彼の死を痛み、首に唾を吐きかけて罵倒した部下を厳罰に処したと、言われる。戦後、メディナ。 バスラのアリイ家の支持者、フバイラ城内のアリイ家の人間は処刑、迫害された。また、ムハンマドの首は、見せしめのために、領内の各地で掲げられ、ムハンマドの最後を見せつけられた、エジプトのシーア派は反乱の計画を取りやめたと言われる。シーア派の抵抗を抑えた後は、国内の反乱は鎮静化し、マンスールは、国政の確立に着手する。サッファーフは、 マンスールの次のカリフに、いとこのイーサーを指名していたが、息子のアルイコールマフディを溺愛するマンスールは、マフディへのカリフくらいの継承を望むようになった。継承権を放棄したイーサーはマフディに忠誠を誓ったが、マンスールはイーサーに継承権を放棄させるために、主事の圧力を加え、毒殺さえ企てたと伝えられている。 バードギースの豪族スターズスイースはイーサーに継承権の放棄を迫ったマンスールに反発し767年に反乱を起こした。775年、マンスールはメッカ巡礼を計画するが準備中に流れ星を見る強調に遭う。同年の晩下、巡礼の途上でマンスールは下痢にかかり、初熱によって彼の体力はより奪われた。死の前日、マンスールは 宿舎の壁に自らの死を予期させる宿を見つけて激怒するが、壁に書かれた文言は他の人間には見えず、運命を悟ったマンスールは自重に命じてコーランの一節を唱えさせ、七百七十五年十月七日にマンスールはメッカにたどり着くことなく没する。マンスールの死は巡礼に同行していた大臣のアイコールラビーによって秘匿され、遺体は 少女と同様に2枚のイフラウムで包まれ、メッカに運ばれた。そして、メッカでラビーウの口を通して、マフディへのカリフくらいの継承が知らされたと伝えられる。マンスールが埋葬された場所は、明確になっておらず、メッカ近辺の砂漠に100に達する墓穴が掘られ、その中の一つに埋められたという。互いに敵意を抱く多種の民族を要する国家を、統治するために、マンスールは神聖的。 不可信の絶対的君主制度の必要性を痛感していた。マンスールは宗教面での権力を主張することは避けて、イマームの称号を使用せず、コーランとスンナに則っ,ったイスラーム的政治を打ち出した。サーサーアン・アサ、ビザンツ帝国の先制王権の概念が、イスラームの政治思想に導入され、一般の信徒はカリフから隔絶された上で、ハージブ、 自重の取り継ぎが必要とされた。そして、強力な軍隊と官僚制度によって、中央集権制度をより堅固なものにした。マンスールは、アラブ人同士の派閥にこだわらず、アッパース家の一族や腹心を養殖に配置し、腹心の多くは、ペルシャ人などの複数の民族から構成される奴隷の出身者で構成されていた。政府に、ワズイール職、宰相が設置され、 ワズイールの下に各種の艦長ーンが置かれた。従前は地方総督によって任命されていた各地のカーディー、裁判官は中央の政府が直接任命した人物が配属されるようになる。軍事力の中心にはアッパース革命に貢献したホラーサーン軍が据えられ、彼らに支払う法禄が引き上げられた。アッパース革命の際に兵士を集めた人間は徴用され、 警察、親衛隊の長官は彼らの中から選出された。マンスールには住職につけた一族にも瞬厳な態度で、接し、法に背いた人間には厳罰を加えた。マンスールの知性に整備された駅伝、バリード星は、情報の伝達に大きな役割を果たしたと考えられている。マンスールは、カリフの目が、 帝国の隅々にまで行き渡らなかったウマイヤ朝の政治体制問題点を踏まえて中央集権制度を施行し、その一環としてカリフの命令と地方の実情をいち早く伝達するバリードを構築した。ウマイヤ朝以前から導入されていたバリードはマンスールによって全規模に拡大され、首都にバリードを管轄する駅伝朝が設置される。歴史家のタバリーはバリードを通して 穀物、食料の価格、カーディーと総督の業務、税収といった地方の情報が毎日マンスールのもとに届けられていたことを記している。さらに、遠隔地に赴任した地方官、公官の動向は密定によって監視され、マンスールはバグダードの中にいても帝国の内情を把握することができた。マンスールが国内の事情を細部まで把握しているため、民間ではマンスールは、 魔法の鏡で千里離れた場所まで見通していと噂された。後世に伝わる昭和として、マンスールが、帝神に帝国を支える四つの柱として公正な、カーディ、警察長官、情税官を挙げた後、最後の一つに、彼らの動向を伝える信頼できる、バリードの勘だと口ごもりながら答えた逸話がある。 アッパース長が建国された時点で、イスラームの西方への拡大は停滞し、他方でペルシャなどの東方地域への拡大が進展していた。イスラーム国家の中心は東方に移りつつあり、マンスールは、ウマイヤ朝の首都ダマスカスに代わる信徒の必要性を感じていた。即位の翌年からマンスールは、信徒の建設に着手し、側近に、 候補地の調査を行わせる傍らで自らも視察を行った。マンスールは即位の翌年にクーファ近辺にハーシュミーヤの町を建設し、この地に宮殿を置いた。しかし、マンスールはバスラやクーファの住民に不信感を抱いており、これらの町に首都を置くことを躊躇していた。最終的にサーサーアンアサ以来の農産物の集積地で、 定期的に死が立つチグリス川西岸のバグダードを新王朝にふさわしい場所に選んだ。軍隊の駐屯地に適しているだけではなく、周辺諸国や遠く離れた中国との交通に便利な位置であり、チグリス川とユーフラテス川を介した物資の輸送を活用できる点を考慮し、マンスールはバグダードを選択したと考えられている。また、バグダードには蚊が少なく、 マラリアにかかる心配が薄い点もマンスールにとって魅力的に映っていた。10万人に達する建築家、職人、作業者が動員され、400万デルハムの費用が投入され、新都の建設が開始される。バグダードの建設にあたって、マンスールは、停心からクテシフォンのサーサーアンアサの宮殿に使われている資材の流用を進言された。 最小のハーリドイブンバルマクはイスラームの象徴である宮殿の破壊を危ぶみ、莫大な費用がかかることを理由に反対したが、マンスールは宮殿の取り壊しを強行する。だが、ハーリドの意見通り多大な工事費を要することが判明したため、宮殿の一部を崩した時点で工事は中断された。ハーリドは他の人間が建てたものをマンスールは取り壊せなかったことが、 世間の笑い者になると警告し、工事の続行を進めたがマンスールは取り合わなかった。また、762年にバスラで反乱を起こしたアリー家のイブラーヒームが建設中のバグダードに彼が進軍する噂が流れた時、町が奪われることを恐れた工事の責任者によって建材が焼き捨てられた。やがて反乱は鎮圧されて工事も再開され、766年に バグダードが完成する。城郭が完成した後、マンスールは、先制術に従い、自身と家族の邸宅やホラーサーン兵の宿舎を建設していく。息子のマフリーが、認知のホラーサーンから帰還した後、768年から773年にかけて、チグリストーマンのルサーファクに、マフリーと彼の配下のための施設が建設された。マンスールの孫のハールーン、あ イコーーールラシードドのの時代に、にバグダードの開発発はより進み、世界的な大都市に発展する。マンスールは背丈が高く細身の浅黒い肌の持ち主と伝えられ、精力的かつ冷徹な人物だとみなされている。髪と髭は細くまばらであり、髪と髭を気にかけてサフランで染めていたという直感と読みの深さを合わせ持つ。 大局的な視点の持ち主だと評されているが、同時に審議にかけ、人命を軽視する一面も指摘されている。しかし、性的の粛清、拒否を投じた信徒の建設、異民族の東用とアラブ諸民族が持つ、既得権益の撤廃といった政策は、恐怖を前面に押し出すマンスールの性格によるところも、大きかった。マンスールは午前中に政務を処理し、午後に家族と過ごし、 夜の祈祷の後に、死者からの報告を確認して、大臣との協議を行うついたちを送っていた。マンスールが床につくのは、夜が三分の一ほど更けてからの頃で、深い眠りに落ちる間もなく起床して、朝の祈祷に赴いた。私生活では、他人の悪ふざけにも寛容な面を見せたが、公の場では、表情が一変。マンスールは、自分が清掃をまとって政務に赴くときには決して、 近づかないよう自分の子供たちに言い聞かせていた。しかし、マンスールには共済家の一面もあり、即位前に結婚したヒムヤル族のウンムムーサーには頭が上がらなかった。マンスールはウンムムーサーに迫られて他に妻や女奴隷を持たない約束を交わしていたが、ある時、ウンムムーサーとの制約は法的に有効であるか法学者に質問した。ウンムムーサーは 法学者に多額のイロを送り、マンスールは彼女が存命の間は約束は有効であるとの回答を得たが、ウンムムーサーが没した後に100人の乙女がマンスールの宮殿に送られた。マンスールは主食、音楽を遠ざける質素な生活を送り、カリフとなった後にも粗末な衣服をまとっていたことが伝えられている。服を作る時には市場で値切って買った布を使わせ、 さらに一週間同じ服を着続けたと伝えられている。貯蓄を好んだために臨食家と言われることもあるが、真に必要な場合には財を投じることを惜しまなかった。最小のハーリドイブンバルマク、マッテイノアルイコール、アッバスといった、重心、一族の不正にも厳しく当たって容赦なく、財産を没収し、逆に搾取から解放された民衆は充足した、生活を送っていた。 マンスールは違反者に課した罰金、没収した財産には取り立てた人物の名前を記して、国庫に保管し、式が迫った時に、マフリーに没収した金品を元の持ち主に返すように命じ、財産を返却された人々が、マフリーに好意を寄せるように取り計らった。死後に、多額の財産が残され、マンスールの後に、多くの浪費家のカリフが遠くらいたにもかかわらず、 100年の間国家財政は支障を来さなかった。マンスールは読書、文学を愛好し、学者との交流を楽しんだ。また、説教師としても名高く、モスクの壇上で彼の口から美しいアラビア語が発せられたと言われている。ギリシャ、インドの文化に敬意を表し、アッバース・朝で行われるギリシャ語古典の翻訳授業が始められる。 マンスールの時代に行われたシーア派への弾圧は、アッパース長の歴史の中で最も激しく、マムルーク朝時代の歴史家スユーティーは、アッパース家とアリー家の不和の原因はマンスールから生じ、それまで両家は友好的な関係を保っていたと述べた。マンスールのアリー家への憎しみを示すものに、以下の伝説がある。マンスールの宮殿には常に鍵がかけられた部屋があり、鍵は、 マンスール自身が所有していた。マンスールの死後に、マフリーが扉を開けると、部屋の中には、塩漬けにされた多くのアリー家の人間の死体が置かれ、名前と血統を書いた札が貼られていたという。最初の妻であるウンムムーサーとの間には、マフリーとジャーファルの二種が生まれた。他、ウンムムーサー没後に結婚した妻や、女奴隷との間に、多くの子を設けた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。